はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。9月3日土曜日のですね10時半朝ですね。今日はこれからですね、不動産売却相談会というもう6年ぐらい続けてるですね、まあ、イベントというか、まあ、何なんでしょうね、よく分かりませんが、に行きます。なんていうことはね、私がこうやって座って待ってるだけなんですけどね。で、売却したい方はですね、それを持ってこられると。ノーアポです。アポなしというかね、毎回ね、そんなね、まあ、わんさかわんさか人が来て待ってもらうっていう状況にならない。一回、最近は3組来たら多い方ちゃいますかね。まあ、時々4組5組の時ありますけどね、忙しかったわ今日はと思って、なぜ1時から5時までですからね、たった4時間の間ですね、4人来たらですね、1人1時間ずっとやってるようなんですね。待ってもらう時は1人30分で1組30分で切り上げさせてもらうんですけど、まあ、待ってる方がいらっしゃる時はね、まあでも1組か2組だな、まあ、まあ今日もそんなに期待はしないですけどね全く誰も来ないという時もたまにありますからね。みんなでねって食べてて、あ、終わったとか言って帰るんですけど、一応これでもですね、このチャンネルではあんまりそのマンション不動産って喋らないんですけども、一応これでもマンション不動産について、何やものを言うジャーナリストという、こう自分ではそういう位置づけにあるわけです。こんな本も書いてるんですよ。これね、ハッスリーまで行ったのかな、限界のタワーマンション、これは3年前に出ましたね。集英社新書でございます。これはマンションを日本人、マンションは日本人を幸せにするかって、これも3年ぐらい前かな、ちょっと分からないですけど、これはなんと最近ですね、中国語に訳されます。こんなマンションとかね、不動産のね、日本の本がね、中国語に訳されるなんて、多分私他に聞いたことないですけどね。今度英語に訳してほしいわと思うんですけどで、皆さん、レギュラーでこうよくご覧いただいてる方は覚えてらっしゃると思うんですけど、先月ですね、8月8日からやったかな、YouTube さんの方からですね、気を使っていただきましてですね、お前夏休み取れっていうことですね、2週間の夏休みをいただきましてですね、そんな休まんでええねんけどと思いながらですね、夏休みになったんですけど、僕の体は休んでませんよ。でこれね、たびたびその、ね、夏休みがね、秋休みとかね、お前それでも全休やっていいのとかね、解雇とか言われたら嫌でしょだからね、8月の13日の土曜日だったんですけども、サブチャンネルを作ったらええでって教えてくれる人がいてね、サブ何なのそれサブチャンネルって言ったら、同じ Google のアカウントで2つでも3つでもチャンネル作れるらしいんですよね。作ったんですよね、YouTube で、やってみようと思ったらできた。サブチャンネル割合簡単に作れたんです。でもこれゼロですからね、実績が、サブチャンネルって。で、YouTube でね、こう広告をこうやってこうやって入れてもらってね、お金をいただくというのはですね、その広告料が入ってくるというのはあるレベルに達しなあかんわけですね。ご存知の方多いと思うんですけども、チャンネル登録者が1000人、で、ですね、なんていうかな、総再生時間がですね4000時間という規定がございました。またこれやらなあかんのかと。この今ご覧いただいているこのチャンネルはですね、3年前に本格稼働をさせたんです。3年前、あ、そうですね、3年半前ですかね、正確には。本格稼働をさせた、そうなのかな、そう、ちょっと待って、そうですね、コロナの1年前あたりからやっておるわけですから、まあ3年半前ですかね。でその頃やっぱり実績ゼロ、ほぼゼロから始めましたから、そのチャンネル登録1000人と4000時間に行くのにですね、3月ぐらいかかったような気がするんですね。本格的に始めてから、3月かかったんちゅうことかな、3月4月かかったかな、よく覚えてないですけどね。で最初の頃はあれどうしたらチャンネル登録者増えるんですとかってちょっと詳しい人に聞いたりすると、そんな友達とかに頼むんやとか言われて、そんな言うても1000人もおらへんしな、俺と友達頼んだって3人か4人やのせいでとか言って思ってたんですけど、まあそのうちですね、1000人に達して、今は 2.4 万人ですかね、2万4000何百人かなってまして、まあ、ありがたい話なんですけど。
でそれがですねポシャる可能性があるということでですね、でサブチャンネル作っとこうということで8月13日に始めましたところですね、昨日やっとですね収益化になりました。3年前のことはあんまり覚えなかったんですけど、今回はチャンネル登録者1000人と1000人は1週間ぐらい達成したかな、1週間ぐらいでもう1000人って言った。なぜその2万4000人の方がサブも登録したのかというふうな方が1000人いたらいいわけですからねその割合今回楽って変ですけど、スムーズに1000人達成して今1200人ぐらいやってるんですね。で4000時間の方も先々週の半ばあたりに達成してたんですよ、4000時間っていうのも。でもこれがですね、こう審査に入るまでに2日3日待たされてですね、今週の月曜日からこれ審査ってあるんですね。YouTube さんが審査してくれて、お前は収益化してええとか悪いとかって、まあほとんど OK らしいんですけど、があって、前3年前なかったような気がするんですけどね、よう覚えてませんけど。それで、昨日ですかね、お知らせをいただきます。合格という、お前はパートナーやと。おめでとうございますって言って、これで、現在はですねこのチャンネルだね、サブチャンネル、アドレス貼っておきますね、説明文のところに、がですね、収益化、そこに出た広告についてはですね、いくらか私のところに、お金が入ってくるというシステムになりましたので、ちょっとですねやっぱり初心に帰ったというかね、あの頃こんなこうやって一生懸命やったなという初心に帰ったというメリットはあるのと、あと今後ですね、マンション不動産についての話題はこちらでもいたしますけども、あちらの方で精力的にやっていこうかなというふうに思っています。別にマンションや不動産に対する発言、穴分析発言評価、評論というか、そういうことをやめるつもりは全くございませんのですね私の基盤フィールドでございますから、マンション不動産というのは、でそれが外れる気もとございませんで、どっちかというとねこっちのチャンネルがねどう言いますかね、副業みたいなもんやったんですけど、今はなんかこっちの喋ってるのがかなり楽しいですしね時間的には私の時間の半分ぐらいは使ってるような気がしますね、こっちのチャンネルの。まあそれなりにそのなんて言いますか、たくさん見ていただけるんでね、そういう面もあるんですけど、まあでも両立てでね、今後はサブチャンネルとこっちのメインチャンネルで見ていきたいな、やっていきたいなと思いますので、時々で結構ですんで、多分ねこっちで1日6本7本上げても向こうで 1本上げられるかな2本上げられるかなって、そういう感じなんですけど、その時々のですねマンション不動産についての話題やですね、私の考えていることやですね、まあ市場の予想とかですね、こないなってんで、あないなってんでって、こんな変なことしとんでとか、またですねもうそろそろあってもいいかなと思うんですけど、今後ですねマンション業界、マンション不動産業界かなり厳しい状況が待ってそうな気するんですね。今も一部厳しい状況になっているエリアも、エリアじゃ分野もございます、カテゴリーも。例えばオフィス賃貸というようなカテゴリーは非常に厳しい状況に追い込まれているんですけども、そういった状況が徐々に広がっていってですね、そのうちマンションの市場もですね、よろしくない状態、まあ、簡単には価格が下落するような状態に、追い込まれるんではないかなと、特に来年ね、来年の春以降はそうなるんちゃうかなという気がしますんで、ですね、そこらあたりについてもですね、今後ですね、精力的に、発言をしてですね、その皆さんにいろんなことを訴えかけていきたいなというふうに考えております。もちろん今でも原稿依頼はねちょこちょこ来ますんでね、各メディアさんにですね原稿を書いたりもいたしますんで、原稿依頼だけはね隣さんについて喋れって書けとかそういうの一切なくないですね私は一応素人でございますんで、一応っていうかもう素人そのものでございますんで、まあ、素人の発言はなかなかねメディアは載せてくれませんのでですね、私は相変わらず、マンション不動産関連のジャーナリストという肩書きで、メディアには物を書きます。し連載もしてございます。今は夕刊フジかな、不定期連載が現代ビジネスみたいになりつつありますけども、まあ、またそのうちね今不動産マンションってちょっとおとなしいんですよ、話題がないんですね、なんか背中かいわ
あのちょっとね話題がしおれてるんですけど、またねもうそろそろね、この話題もですね皆さんの関心事関心の高いことになっていくんではないかなと思います、ということでございまして、マンション不動産チャンネルもよろしくというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。